はいどうも、こちらです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらでございます。はい、というわけで今回はですね、グランドオープン前2017シーズンからために貯めておりましたこちらの契約書等々をですね、一気に開封していきたいと思います。まあ、去年もですね、グランドオープンしてすぐにですね、契約書の開封という動画を、アップしているんですけれども、まあ、こんな感じでね、 S ランク契約書とか S ランクチーム契約書、あとは S ランク 30% 契約書等々、ありますので、まあ、そちらをね、開封していきたいなというふうに思います。で、まあ、ちょっとその前にですね、ちょっと枠がパンパンなので、ちょっと称号チャレンジを一部選手にやりたいなと思います。ちょっと称号チャレンジをもう、極秘書回収用の選手に関しては使っていかないと枠がね、圧迫しちゃってるんで、ちょっと使っていきます。はい、まあ、森投手もね、シリーズ2、じゃあ2018シーズン、ものが出たんですけど、中継ぎの森投手シリーズ1で登場したんですけれども、新しいものが登場したんですけど、こちら、はい、まあ、制球型だったので、まあ、ちょっと使いどころなかなか難しそうだなっていうところで、まあ、もうやっちゃいましょうという感じです。はい、自称ゴジャニーやっていきます。森選手も能力非常に高いんですけどね、戦技球型だとちょっと今はオーダーに入らないんですよね。はい、じゃあいきます。よいしょ。まあ、なかなかソフトバンクで狙い撃てるっていうのも確率としてしんどいとは思うんで、はい、まあいいでしょう。極秘書にしちゃいたいと思います。はい、まあ、極秘書もだいぶ溜まってきましたね。55枚目になりました、これで。はい、で続いて上林選手もやっちゃいます。はい、まあ、オールスターで使うことはまだないと思うので、まあいいでしょう、やっちゃいましょう。さあ、パワー自慢、バズーカにしておきましょう。バズーカはこれぜひね、桑原選手につけたいんですよね、本当に。あとはまあ、もし引ければ鈴木大地選手とか、その辺につけていきたい感じではございます。はい、ということで、はい、切り込み隊長でした。とバズーカにしておきましょう。まあ、これで、枠も3枚分浮いたんでよかったかなと思います。まあ、あといくつかの選手にできるっちゃできるんですけど、ちょっとまだ、置いときたいかなと、他の選手に関しては置いていきたいかなというふうに思ってます。はい、まあそんなところですね。称号チャレンジに関しては以上です。はい、じゃあ、本番というか、ここからが大事なところでございます。まあ、契約書開封やっていくんですが、そしたら、まず44今あるってことは、まあ、契約書が44枚あるってことなんですけど、あ、違う、41か、41ですね、多分41枚あるという感じなんですけど、 B ランク系をもう一気に受け取っちゃいますか。 B ランク以下、 B ランク以下をまず受け取っちゃいます。はい、B ランク以下をまず受け取ってしまいまして、よいしょよいしょよいしょと。で、多分 C ランク契約書なんかもあるはず。あ、でも10枚しか受け取れないから、まあ、これでいきましょう。はい、 B ランク演出っていうのを多分まだ見てないので、ちょっとそこの辺をね、見ながら検証していきたいと思います。いきましょう。あ、さよならのチャンスっていうのもあるのか。あー、これで炎も出ないんですね。あー、なるほどなるほどなるほど。まあ、B ランクエースってあんまりもう今、まあ、プレミアムスカウトぐらいかな、面白いのは見れて。それ以外、あとゴールド契約書ぐらいかなと思うんですけど、まあまあ、そんなに気にしなくてもいいかなっていう感じですね。はい、まあ、自チーム契約書も多かったんで、まあ、DeNA の選手が結構出ましたね。はい、ありがとうございます。ニューがいっぱいつきますね、しばらくは。さあ、ということで今398なんで、今ここにある C ランク契約書も引いちゃいましょう。C ランクの演出なんてあるか。あ、ないですね。はい、まあいいでしょう。まあそうか、それは今までもなかったですね。はい、これでちょっと一回また、変換しちゃいます。まあこれもね、ちょっと今 B ランク少ないんで本当やりたくないんですけど、まあちょっとやっていきましょう。もうしょうがない、こればっかりはしょうがない。ちょっとね、 B ランクは本当にこのやり方を今はやりたくないぐらい枚数が少ないんですけど、そうだな、まあいいや、これでこうしてこうでいきましょう。はい、これでまあ多分最後まで、あ、引けないか、さすがに引けないか、15じゃ無理か。まあいいや、まあ、またなんかでやりましょう。はい、で、じゃあ次は A ランク契約書いきましょうかね。 A ランク契約書引いていきます。まあ、A ランク演出も見れるかなと思います、これで。六房エージェント S、 よし、引いていきましょう。さあ、お願いいたします。まあこの辺は筒香選手の A ランクとか当たってくれたら嬉しいかな。さよならのチャンス、
炎はまあ出るんですね、A ランクで、うん、で割れないっていう感じですね。相澤選手、なかなかヘルメット外してる写真ってないっすよ。お、中田選手、広島2連チャン。お、東山選手、ウルフ選手、秋山選手、まあ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 悪くはなかったですかね。はい、今後東山選手とかね、秋山選手とかに関しては S が当たれば使っていきたい。しかもまた東山選手の能力良さそうなんで、うん、秋山選手もまあまあもちろんいいですよねっていう感じなんで、まあもし今後当たれば使っていきたい選手たちが結果出てくれたかなという結果でございました。はい、でじゃあこっから10連10連でやっていきますか。はい、あ、先に5連、あ、いや、やめよう、最後にしよう。これで、じゃあ普通にこの辺を使っていきましょうか。はい、ゴールド契約書10連ですね。 S ランク入れてないよな、 S ランク入れてないよな。よし、 OK、 いきましょう。ゴールド契約書10連、まずは10連。ここら辺で、まあ、SA が出てくれれば非常に嬉しいかなっていう感じです。あー、さよならのチャンスか。ほの、あー、あ、でもこれで多分 A ランクは出ます。よかったよかった。はい、まあまあまあ、なんとなく分かってきたな、なんとなく分かってきた。おお、2枚、梅野選手。なんとなくは分かってきた気がする。はい、まあ炎が出れば A は確定なのかなっていう感じ。まあそこは去年と変わんないかな。キャッチャー2枚出ました。はい、ということでじゃあ続いてやっていきましょう。5連ももう引いちゃおうかな、5連引いちゃいましょう。さあ、5連ゴールド契約書。あ、これはいいんじゃないか。あー、でも青にはならなかった、うん、これは A ランクっぽいですね。田中健二郎です。 OK、 これは嬉しい、これは嬉しいですね。はい、ということで前 B ランク4枚、 A ランク1枚という結果でございました。 OK、 まあやっぱり青い炎と割れる演出がなければ、まあ S はなかなか来なそうですね。まあ演出なくても来るパターンは今までもあったんで、まあ、その可能性ももちろんあるんですけど、まあ、今のところまあそれが来てないっていう感じですね。はい、じゃあゴールド契約書残り8枚いきましょう。さあ、まあここで出てくれれば嬉しいな。いきましょう。なんかさっきビラ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 っていうか、なんか紙吹雪みたいなのも回ってましたよね、さっきのは。紙吹雪回ってれば A ランク以上とかな。これ今オール B ですね。はい、オール B 演出は分かりました、ね、これで。はい、という感じでございました。まあ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 、いやいや、はい、じゃあここですね、 10%30%、 ここはもう単発でいこうか。 10%30% それぞれ単発でいきましょう。じゃあ 10%、 10%30% でどっちか1枚お願いします。もう今回は全部演出に見ます。あー、これなんか来なそう。でここでまあ炎が最後に来るパターンもあるんで、これが A ランク田口選手でしたと感じですね。はい、まあ A ランク演出と S ランク演出は、 A ランク演出でも S が来る可能性あるしというところではあるんで、まあまああれですけど、まあ田口選手の A ランク嬉しいですね。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ 30% いきましょう。出てくれ出てくれ。あ、来た、これ多分確定なんですよね。これ確定、これ確定、さっきの多分確定、うん、多分バレる。はい、よーし、さあ誰か。おおありがとうございます。やった、 30% から純正大強化、自チーム S 三上選手いけました。ありがとうございます。やった、これ嬉しいですね、普通に嬉しい。ありがとうございます。やったぜ、やったやった。これでまあちょっとこれで自チーム S ランク契約書も悩んできちゃうんですけど、まあまあまあ良かったかなという感じです。はい、で、まあ、さっきのなんて言ったらいいんだろう、有能代理人みたいな、エージェント S の有能代理人みたいなやつが胴上げされてる演出が多分雷演出、前回の雷演出なのかなっていう感じです。はい、じゃあ S ランク契約書いきましょう。もう演出をしっかり見るために全部単発でいきます。これでさらにまた4枚 S ランク増えます。うん、あそこも2段階あるんでしょうね、多分。あ、3段階かな。あ、これ演出なしで S のパターン見れるかもしれない。あー、まあさすがに割れるんだ。さあ誰か、
おお、糸井さんありがとうございます。これも嬉しいね。これも嬉しいです。はい、ありがとうございます。やった。まあ後でまとめて能力が見ます。はい。じゃあ V ロード星6 150周目いきましょう。さあさあさあ。よいしょ。あれまた演出ない情けなパターンじゃないかこれ。これ割れないパターンあるんかな。ああまあなさそうだな。はい。おお、さっき称号チャレンジやったウェバイ選手来ましたね。まあこれも一応2800は作れるんですけど、まあ総力型、ああそう考えればさっきのやつ称号チャレンジをこっちにすればよかったかもしれないですね。まあまあまあいいか。まあいいやいいやいいや。はい、 OK です。はい、ありがとうございます。さあ次チーム S ランク契約書いきましょう。これどうしよう、どうしよう、どこで引こう。 DNA も2枚揃っちゃったんですよね。まあでも 50% にかけていくか。他のチームもまあそうだな、マッチぐらいかな。松田選手ぐらい。でも上林選手も引いてるし、オリックスも西選手一番欲しかったの引けたし、吉田正尚選手も欲しいけど、広島も聖也、鈴木聖也選手引けたしっていう感じで、結構まあ今の段階での目玉は引けてるっちゃ引けてるんで、そうなるとまあ阪神で桑原選手狙いもいいかなと思ったんですけど、桑原選手、糸井選手狙いで、その糸井選手が出たので、まあ DeNA かな。中日で平田選手狙いでもいいんですけど、まあでも使わなくなりそうだしな。川端選手もいいし、難しいけど、まあ DeNA で 50% 狙いに行きますか。この2選手狙っていきましょう。さあまあ結構大きい勝負になりますね。てか毎回このお知らせのあったところに前プレゼントがあったんで、ちょっとそれを押してしまう癖がある。さあ 50% の勝負でございます。梶谷選手か浜口選手が来てくれれば勝ち。ああ、これ確定ですね。はい、もう大体分かりましたね。演出大体分かった。ホームランで逆転サヨナラのチャンスも確定なのかな。さあ誰が出るか。おっしゃー、おっしゃー、ということで4分の2引けましたね。 50% に勝利しましたと。これだと引けてないのがもう浜口選手のみとなったんで、まあ非常に良かった結果になったかなというふうに思います。はい、じゃあこの最後 S3 契約書で浜口選手出しましょう。お願いします。さあお願いいたします。前最強決定戦に関してはまた別で動画出します。行きましょう。さあ誰が出るか、ラスト。はい、おー、オリックスの黒木選手来ましたね。はい、まあ A なんかあんま持ってなかったんですけど、まあもし当たれば使っていきたい選手の一人ではありますね。オリックス枠で中継ぎで非常にいい能力を持ってるので、ただまあシリーズ2に比べれば能力落ちちゃいましたけれども、まあまあ強いことに変わりはないですね。はい、ありがとうございます。ということでかなりシリーズ1ここまでいい感じで補強できてるんじゃないかなというふうに思います。 S ランクを入手順で見ていきましょうか。これにプラス高梨選手が多分いるんですけど、一応こんな感じです。ちょっと重いな。西選手から黒木選手までの8名プラス高梨選手の9名ですねっていう感じでございます。まあまあまあ初日でここまで揃えば悪くないかなと思います。しかもまあ目玉の選手結構引けてますし、自チームもね、まあ、もちろん確定まで回してるのと自チーム S 契約書があるんでっていうところでありましたが、まあこの2選手、しかも 30% で三上選手が出たのが非常に大きかったなっていう印象です。はい、まあとりあえず一気にね育成をガツガツねやっていきたいなというふうに思ってます。そしてまあそれをね、あでもこれちょっと動画の更新がいつになってるかによって変わるんですけど、実はこの第2認定戦がですね得点受け取れたんですよこれ一応撮影は、グランドオープン来た日にやってるんですけど、そう 1.8 倍選べたんですよ今日っていう、まあそんなお話でございました。一応終了の方にあるのに得点を押せるっていう、そんな感じでちょっと開催期間過ぎてるのにもらえるんだっていう感じではあったんですけど、まあ明日もらえるのかちょっと分かんないですけど、うん、まあ 1.8 倍使えたんで、まあラッキーかなっていう感じで、ちょっと今ね育成の方頑張ってやっていきたいなというふうに思っております。はい、まあ、宮崎選手、鈴木誠也選手に関しては即オーダー入りが間違いなく入ってくる。あとは西選手もまあ入ってきそうだし、そうですね、まあ、結構入ってきそうな感じではありますね。うん、まあそんな感じでとりあえず純正もね一気に強化できそうなんで、まあこれはこれで素晴らしい結果だったなというふうに思います。はい、ということで、まあ、確定数に関しても一応いろいろ見ていきましたけれども、おそらく最初のあのなんだろう
有能代理人みたいなやつが胴上げされてる演出、これはまず確定で、でホームランで逆転のチャンスも多分確定なのかなと。ホームランで逆転のチャンスでも A 以下のパターンがまだ見てないので多分確定な気がする。で、まあ、あと青い炎が出たら結構か、確率が上がってるのかなと。あーどうなんだろう、でも青い炎も確定なのかな、出るとき出ないときあるからまあなんとも言えないですけど、まああれももしかしたら確定かもしれないです。で、プラス、最後割れるか割れないかの証拠、まあそこかなというふうに思います。なんでまあまあ結構分かりやすいっちゃ分かりやすい演出なのかなとは思いますが、まあ、ちょっと今後また、分かり次第お話ししていければいいかなというふうに思います。まあ一応現段階で分かることはそんな感じかなというお話でございました。はい、まあ、ぜひぜひね、多分契約書の開封多分皆さんやったと思います。僕も契約書貯めておきましょうという動画出してましたし、契約書貯めてたよっていう方もたくさんいるんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひぜひ契約書貯めた契約書の結果等々ねコメントで教えていただければというふうに思います。これからもプロスペースさんの動画楽しみだよ、考えてほしいよって方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、まだ見てないよという方は昨日の、ガチャ合計50年の動画もねぜひ見ていただければというふうに思います。また次回のプロスペースさんの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。